マイク・アンチュドは、アメリカ合衆国の男性プロボクサー。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。元 WBO 世界、スーパーフェザー級王者。ユース王座から一気に世界王者になった、双軸の選手であるが、参拝がすべて小負けと、もろ差があった。2000年5月6日、ファンタジースプリングスカジノで、デビュー戦を行い4回小勝ちを収めしろ星でデビューを、飾った。 2000年8月4日、ラモン・アクーナと対戦し初回終了小勝ちを収めた。2001年2月18日、ルイス・エンリケ・バレンズ・ウェナと対戦し2回2分4秒小勝ちを収めた。2002年8月17日、エバー・ベレーノと対戦し10回判定勝ちを収めた。2003年1月16日、オリンピック・アウディトリウムで WBC 世界スーパーフェザー級ユース王者。 アンヘルリオスと対戦し10回判定勝ちを収め、王座獲得に成功した。2003年9月18日、シルベリオ・オルティスと対戦し4回終了 TKO 勝ちを収め初防衛に成功した。2003年12月17日、元 WBC 世界フェザー級王者、グレゴリオ・バルガスと対戦し10回3から0の判定勝ちを収めた。2004年4月29日、 ヘススソトカラスの兄、ホセルイスソトカラスと対戦し5回1分17秒負傷判定勝ちを収めた。2004年7月15日、ダラスのアメリカンエアラインズアリーナで、ディエゴ・コラレスの王座返上に伴い空位となった、WBO 世界スーパーフェザー級王座決定戦で、元 WBO 世界フェザー級王者、フリオ・パブロ・チャコーンと対戦。 最終12回にダウンを奪い12回3から0の判定勝ちを収め強打のチャコーンをシャットアウトして王座獲得に成功した。2005年4月8日、マイアミのミコースキーインディアンゲーミングリゾートでホルヘロドリゴ・バリオスと対戦する予定だったが、アンチュドが前日計量で計量失格になり発防衛せずベルトを失った。アンチュドが勝てば、空位のまま、バリオスが勝てば、 バリオスが新王者という条件で通常通り試合が行われ初黒星となる4回2分 TKO 負けを喫した。2006年12月14日、1年ぶりの復帰戦でアルマンド・コレドバと対戦し8回判定勝ちを収めた。2007年4月16日、ワシントン DC の DC アーモリーでダーリング・ヒメネスと対戦し3回2分5秒後負けを 喫死一度目の引退を表明した。2009年12月4日、後の WBA 世界スーパーライト級暫定王者、マウリシオ・ヘレーラと対戦し8回2から1の判定勝ちを収めた。2010年9月17日、後にアンドレベルトに世界挑戦するフレディ・エルナンデスと対戦し4回1分38秒、TKO 負けを喫した試合を最後に現役を引退した。 ありがとうございます。